こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。始まりましたエギングラボ。このエギングラボは普段僕ら皆さんがエギングをしていて感じる疑問、アオリイカって色が見えてるの、本当に寿命は1年なので、こういった色ってどうなんだろうとか、さまざまな疑問があります。これを思い込みとか仮説ではなくて、研究の側面から切っていく、そういった番組です。でもちろん私が釣り人目線で質問をして回答していただくのが、どうぞ。山下研究開発部の森です。よろしくお願いいたします。お願いします。そうですね、森さんと僕は同い年なんですよ。同い年に見えますか？同い年、僕は全力で廊下に逆らってるだけなんで2人とも同じ、僕が1年先に入社したんですね。でそうです。森さんがあと1年遅れて入ってきたんです。同い年で同じ営業所で働いてたんですよ。そうですね、めちゃめちゃ当時仲悪かったんですよ水と油みたいな、ね、と言われています。周りはみんなそう言ってましたよ。そのぐらい、まあ、まだ若い頃なんで、はい、もうお互いあのおっさんになったんでだいぶ仲良くなりましたけどね。もう抜けるもの抜けてしまって丸くなって丸くなりましたね、はい、そういうあの2人でお送りしているエギングラボなんですけど、今回のテーマは夜行。夜行、はい。で夜行でも通常の夜行とうちのその490グローとかありますよね。そこもちょっとこう突き詰めて知っていきたいなと思って。発光系の話ですね。発光系の話です。今 KM がトレンドなんですけど、僕結構夜行好きで、実はなんかエギの方ではK村より前に夜行ってものが普通に使われてましたよね、うん、そうです。あのグローバルなその全世界的に言えば夜行の方が圧倒的に売れるんですよ。あ、そうなんですね。やっぱり夜イカ釣りっていう認識が強くて、夜行ってものがものすごくやっぱり支持されてるんですよね、まあ、日本だけやっぱりそうトレンドが先に先に進んでいくんで、今夜行よりも少し K村が抜きん出てる状態なんですけど、僕はその再度夜行ってものをもう一度その強みをしっかり理解して、皆さんにも夜行ちょっとこういう時釣ってるんだけどどうかなっていうのをバスッとこう言ってほしいなと思って。やっぱり釣り人には、はい、支持されてきた夜行ですからね。そうなんです、そうなんです。そこ あの裏付けの部分をもう一回皆さんでおさらいできればなと思います、うん、第1回目のラボはもう K 村についてそうでしたね説明したんで、はい、今回もう一度あの第1回目もうちょっと掘り下げてみたいなっていう方はあのアーカイブから第1作目見てみてください。で今回あの夜行がテーマなんで、ちょっとおさらいを軽く、はいはい、お願いします、はい、夜行と K 村の違いですね。はい、この資料ですね、はい、一番上があれですよね、普通にライトとか、はい、その下での写真ですよね。そうですね、はい、この通常時って書いてるのが、うん、まあ皆さん光のついた普通の部屋で見た状態を示します、うん、で通常夜行っていうのが皆さんおなじみだと思うんですけど、緑光る時に緑色に光るものですね、うん、で490グローが真ん中です。これは光ると青緑、うん、青緑、まあ、一番見やすい波長で光る夜行です、うん、で一番右が K 村ということです、うん、で通常の時はまあこうやってエギの本体が見えるんですけど、光照射ブラックライトを照射すると、うん、まあ、このように光りますと。で K 村は紫外線で反応して紫外線で光る発光する、うんうん、だけど紫外線が消えるとどうなるか、発光しない。そう、 K 村は紫外線が当たってる時だけ光る、光るで、ね、夜光490グローはエネルギーを貯めて発光できるので、うん、発光し続けるとですね、はい、だんだん弱くなっていく、はい、同じ発光でも、うん、こんなように発光の機能が違いますということですね。ここをまず皆さん押さえておいてほしいなと思います、はい、うん、これが前回第1回目のおさらいでした、ね、はい、はい、で今回その夜光に切り込んでいくんですけど、はい、僕あの夜光割と好きで使うシチュエーションがあって、夜行ってすごく夜っていうイメージ強いじゃないですか。そうですね、やっぱりいろいろやっぱり聞かれるんですよ、あの、はい、いろんな方に。夜行のエギ使う時って光でバシバシに光らした方がいいのか、それともそのまま使った方がいいのかって聞かれるんですけど、はい、僕ツツイカとかだと光らせるんですよ。タチウオとかツツイカだと光らしてバシバシに光らして使うんですけどアオリイカに関してはそれほどあまり気にしなくていいかなと思ってて、はいはい、私もそう思います、はい、なぜかというとこれ前回の動画で少し触れたんですけど、うん、あのやっぱり水の中で生きるために色覚を捨てて、うん、色の濃淡への感度に特化したって話をちょっとしたんですけど、はい、ラボの第2回目ですね。第2回目ですね、はい、うん、そういう目の特性を持ってるんで、うん、その例えば真っ暗なところで
我々人間はパッて明かりが光るとやっと光が照ってるって分かるんですけど、うん、我々が思う以上にあの弱い光でも、うん、あの感じやすい目の能力を持ってるって言われてるんですね、うんうん、なんで人間がビシッと見えるぐらいに光らせなくても、うん十分彼らにとってはそうですね見えてる見えてるんじゃないかなって考えていいと思いますね、うんうんもちろん強く光らした方がいい状況もあるとは思いますし、はいはい、ですけどそれほど気にしなくても彼らに情報は届いてるというふうに考えていいと思います。そうなんです。で、夜だけじゃなくてですよ、はい、あの実際僕が夜光を使うタイミングというのは、その光の量とかレベルとか夜とかではなくて水が濁っている時によく釣ってるような経験があるんです。これ昼でも朝でも夜でもなんですけど、夜いきなり現場に行ったらその水が濁ってるかどうかってあまりよくわからないじゃないですか、でもその得てしてやっぱり取材で2泊3日3泊4日とかやってる時にもう通して日中も水の色を見てるんで、夜でも濁ってる状態ってあるんです。でも基本的にやっぱり夜光が強いなって感じてるのはやっぱり水が濁ってる状況なんですね。うん、これってなんかやっぱあるんですか、メカニズムみたいのって。これはね、一つ考えられることがあります。はい、の水の濁りって、まあ、濁りって一言で言ってもいろいろ種類があるんですけど、うん、まあ、濁ってるということはやっぱ水の中に混ざり物がすごく多い、なんか細かいものが浮いてるみたいなイメージ。そうですね、うん、まあ、一例で言うと特に春先過ぎてからですね、はい、春はプランクトンがすごく増えるので、うんうん、増えます、うん、でプランクトンの量が増えたりその死骸の量が増えて、うん、すごく濁ってたりとか雨絡みの濁りが入ったりとかですね、そういうもの、まあ、全て水の中に何か混ざり物がある状態なんですよね、うん、まあ、それを例えるのに一つガラスのすりガラス、はい、想像できますかね皆さん、うんうん、濁った水はすりガラスっていうふうに捉えると、うん、すりガラスの向こうで光が光ると皆さんどうなると思いますか。なんか光がバッて拡散しませんかね、うん、大きくなりますよね。はい、うん、それってその光の元光源をすごく膨張させる効果があるので、うん、ああ、その粒々同士がこう、そうですね、乱反射じゃないですけど、うんうん、して大きくしてる。はい、なんでそうすると光自体がイカからしたら大きく見える、うん、見えてる可能性があるので、うん、もしかしたらそういう効果が考えられるかなと思います。なるほど。じゃああれですね、夜光の営業をその暗がり、まあ、まあ暗がりじゃないか、水が濁っているような状態に投げるっていうのは、営業のシルエットとか存在が大きくなってるっていう、そういう効果はあると思います。なるほどですね。だから、うんうん、なんとなくこうイメージついてきました。日中でも濁ってると、うん、そもそも光が通りにくいんで、はい、水の中、まあ、比較的暗い。そうですね、クリアよりはちょっと光量がローライトな状況かなっていう感じで、うん、まあ、我々釣りしてるのは空気中なんで明るいんですけど、うん、やっぱり水の中がもしかしたら違う状況で、うん、夜光の効果がしかも水の中の混ざり物の力で拡散して見えやすいっていうことが一つ好調化につながってるかもしれないですね。でこの夜光なんですけど、はい、通常の夜光、緑色に光る夜光とあと490グロー、その怒る色から見やすいって言われてる青緑に光る色があるじゃないですか、はい、どうなんですか、490グローの方がイカ類にとって見やすい。イカの目、アオリイカの目が一番感じやすい、まあ、これちょっと専門用語なんだけど、光の波長、はい、波長、はい、が、まあ、490ナノメートルってことなんですね、うんうん、ただ実際の釣りでは、まあ、エギを投げて、はい、アオリイカが水中にいて、その中に膨大な量の海水がありますよね、うん、あります、うん、そこの海水がさっきもお話しましたけど、濁り具合とか、うん、よく釣りで水の色、水色って言葉をよく使いますけど、はい、うん、水色がどういう状態かによって、うん、やっぱり見え方っていうのは実際には異なってる場合もあるかなって考えてますね。でそこで僕もう一個疑問があって、はい、通常の夜光あるじゃないですか、緑色に光る夜光、はい、これですね、はい、で490グロあるじゃないですか、はい、でまあ、通常の夜光の方が人の目で見るとすごく光ってるように見えるんですよ。なるほど。で490グロブル
青緑色にこう光ってるんですけど、僕の目から見ると夜光の方がちょっと明るくて、まあ、色のトーンもあると思うんですけどね、あの4基丸の方がちょっと抑えめの夜光かなっていうイメージがあるんですね。なるほど。今色のトーン、色のトーンです、はい、そう、その色のトーンっていうのは人間は色のトーンが分かるんですよね。はい、そうです。その我々はやっぱり緑、うん、青っていう感覚で見て、はい、でこっちの方が多分人間の目の感覚からすると捉えやすいんでしょうね、うん、でこっちが、捉えやすいです、はい、こっちがすごく光ってるように見えるんですけど、うん、実際に計測すると光の強さとしてはねこっちの方が強い。ああ、うん、あ、そうなんですね。だけどこれが釣れることもあるんですよね、うん、それなんでかって、そうそうなんです。だから僕はあの普通に釣りをしてて、うん、あの濁りの時に夜光入れるんですけど、もちろん490夜光、あの通常夜光と交互に入れていって、こうなんですかね、明確などういう使い分けしていこうかなっていうのをすごく考えていて、なるほどですね。でさっき僕話してて自分であって気づいちゃったんですけど、 色で言ったじゃないですか僕、はい、ちょっと待てよと思って、第2回のラボで生き残るために色覚捨てたって言ってたなと思ってちょっと色の話が出てきて、あれまちょっと自分的にもおかしくなってきたなと思ってて、いやそこは みんながあの、うん、迷うところなんですよ、やっぱり。その今の間違いに気づかずにこう進んでいこうとしてたのは、光が強いから僕より濁ってる状況だと通常夜光で、ちょっとクリアな状態だと490グローとかの方が、まあ自分の経験則ですけどね、あまり差はないんですけど、経験則だとそっちの方が使い分けとして成立しているのかなって思ってたんですけど、そこをちょっと聞きたいんですよ。そうですね、見ての通り、まあ、人は人間からすると発光してる時に色が違うんですよ、はい、これあのいわゆるさっきも話しましたけど発光の光の波長が違うんですね、うんうん、でもう一つさっきお話の中で水の水色はやっぱり状況によって違うってお話をしたんですけど、うん、はい、皆さん目視で釣りしてる時に、うん、やっぱり例えばなんか黒潮が絡むようなエリアとかだと、うん、夏はすごく透明だったかったりするんですけど、うん、そういうのに対して春とか秋、うん、プランクトンが出やすい時期が濁ってたりとか、うん、それってイカからするとどういうことかなって考えると、うん、まあ、目の前にそういう色のフィルターがかかってるみたいな感じなんですよね。濁ってる時はなんか緑色のセロファンがかかった、うん、フィルターがかかったみたいな、うん、で透明度が高い時はブルーの、うん、フィルターがかかったみたいな、はい、でもイカは色は見えないんですけど、うん、それって何かってくるとそのフィルターを通ってきやすい光の波長が違うってことなんですよね、はいはい、これはもう仮説ではあるんですけど、はい、じゃあこの発光色って何かっていうと、うん、濁っている時って僕ら緑っぽい水をよく見ると思うんですけど、うん、そういう時に緑のものがあるってことは、うん、同じ波長なんですね、うんうん、でそれ以外の波長の光って通りにくいわけです、そのフィルターを、うん、もしかしたらそういう濁ってる時はこういう夜光が当然効果が強い時もあるし、うん、逆に言うと透明度が高いと、うん、青寄りのフィルターがかかってることなんで、そうです、ということなんで、うん、そうしたらいかにも感じやすい波長が途切れることなくいかに届くっていう、まあ、490グローの能力を最大限に活かせる環境でもあると思います、うん。第2回のラボでも透明度の高いところで水深深いところに行ったらいろんな色が消えて青が残ってたとか、そういうところです ね、 ですね、はい、これ一個出ましたね。僕らなんか前回前々回のラボでもちょっとお話出たかもしれないですけど、僕らの大先輩が僕らエギング始めた時にエギの背中の色ですよ、はい、背中の色っていうのは白の色になじました方がより、うん、釣れる、うん、まず白の色気にしなさいよ、ちょっと笹濁りだったら明るめのグリーンとか、モスグリーンとか入れてみたり、澄んでたらブルー入れなさい。だからそれが今なんかすごく合致して、背中の色は抜きにしてもし夜光を使うのであれば、その今森さんが言ってた緑色のフィルターがかかっているような状況だったら、垂直に発光色をなじませるってことですよね。そうですね、ああこれないですよね。背中と潮色にアジャストするっていうのはローテーションの知識としてありますけど、光を水色にアジャストするっていうのは僕これ
新しく気づきだなと思いますね。まあ日中にもさっき使うって話は してはいるんですけど、やっぱり光量の少ない時間帯に夜光を使うシチュエーションっていうのはやっぱり相変わらず多いと思うんですよね。うん、でも例えば夕方から日が高い間から釣りをしてって、うん、夕間詰め終わって夜に差し掛かるようなシチュエーションってあると思うんですけど、うん、そうすると大体その海域の今釣りしてる場所の水の色って大体頭に入ってるわけじゃないですか、ね、うん、そこでのローテーションとして日が落ちた時に、うん、じゃあどっちを選びますかっていう、あ、うん、そういう選択の仕方も一つあるかなと思います。そうですね、夜いきなりポイントに行くと、まあ、濁り具合とかもよくわからないですし、まあ、初めての場所だったらそこが濁ってるのか濁ってないのかすらわからないですよね。ちょっと明るい時間に見て、はい、例えば夕間詰めの水晶がこれだったら、うん、青のフィルターがかかっている、490グローで行こうとか、うん、でちょっと笹濁りっぽかったら、はい、ちょっと夜光の方が効果があるんじゃないかなと、色と光を潮色になじませる。そうですね、はあ、うん、これは今日お話しできないですけど、うん、まあ、光水色と色発光についてはちょっとまだいろいろ掘り下げてるところなんで、いろいろ、あの、まあ、教えてくれないあれがあるんですね。そうです、もうちょっと出せないんですけど、はい、ちょっといろいろ揃ったら、はい、ぜひもう買えるように、おいおいこのラボで、そうです、やってくださる。今までのやつはちょっと違いましたとは言わないですけど、うん、ブラッシュアップして、まあ、よりこうあれですね、あの新しく分かったこととか、そうですね、こういう側面からも切れるっていう、うん、面白いですね。これ終わりないんじゃないですか、ラボって。これネタはいくらでもあるんですけど、うん、まあ、ちょっと細切れで、細切れ小出しってわけじゃないですね。今分かってることはもう全て出してますよね。ただ趣味はしてないです。そう、研究してると明日新しいことが分かるかもしれないっていうこともあるんで、うん、それはごめんなさい、今までは違いましたということもあるかもしれませんが、 ね、まあ、でもそれはあれですよね、はい、更新アップデートしてるってことですから。そうですね、相手が自然なので、はい、イカはこうだよと話してくれないのでね、うん、まあ、自然相手ですからね。そうですね、まあ、だから面白い。いや、素晴らしいです。熱くなりました。熱くなりましたね、これ。なのでこの今回ご紹介させていただいた、夜光について、490グローについてより詳しく知りたいという方はホームページの中に、ギオライブサーチとかのところですかね。そうですね、はい、に特設の項目があるんで、そこをもう一度見返していただければと思います。はい、今回も濃かったですね。濃いですね。このまま続けられるんですかね。エネルギーが必要ですね、これ。僕シリスボミにならないようにしたいなと思ってて、ね、そうです。どん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 つまんなくなってくなって言われないように、はい、まあ、視聴してくださってる皆さんも質問どんどん今入れてくださると思うんで、またそういうのにもお答えしていきたいですよね、はい、そうですね。じゃあ今回ラボ第3回目、夜光についてです。また次回も楽しみにしていてください。ありがとうございました。ありがとうございます。